今小走りにゲートに収まって全場ゲート入り完了ですスタートしましたまず出ていくのは5番ベルヌスそして3番ビクティファルスが2番手3番手9番ピクシーナイト上がっていきます14番ラウダシオン2番手に上がっていきます前から5投目15番ダディーズビビッド 1> 1馬半後方20番ウィン・マーベル直後に4番、ゾン・ニッヒその後ろ1番のダノン・スコーピオンが上がっていって直後に13番、レイモンド・バローズ線を切っていますそして8番のトラベスーラあとは2馬身離れて11番、ミッキー・ブリランテ直後に6番、ホープフル・サイン並んでいく12番、レッドモン・レイブ34コーナー中間ですさらには16番、アベラーレ 600m34 秒9の通過 その後ろに2番ロードマックス18番グラスミアラビバグンの中に17番タイムトゥーヘブン最高峰に7番カロリーノさあ600を切って4コーナーカーブです前は5番ベルヌス体半分リードを取って直線に向いた2番手は14番ラウダシオン3番手は15番ダディーズビビッドさあまもなく残り 400m。 内は3番ビクティファルスさらには10番ウィン・マーベル4番ゾン・ニヒバグンの内側に1番ダノン・スコーピオンです大外を通っては12番レッドモン・レイブが追い込んでくるさあ前は14番ラウダシオン粘っている200を切った15番ダディーズ・ビビッド間から10番ウィン・マーベル4番ゾン・ニヒ外から一気に12番レッドモンレ・レイブ捉らえて先頭に変わった2番手は10番ウィン・マーベルが上がる先頭は12番レッドモンレ・レイブレッドモン・レイブ合流2着は10番ウィン・マーベル三着はどうか大外追い込んだ十六番アベラーレ内は十五番のダディーズ・ビビッド 12番レッドモンレーブ海老名正義厩舎、重賞初制覇です。